では。何だと思われるかほうれんこ殿、眼力を試すおつもりかあの剣法でしたら全身強でしょう。あなたの勝ちです。どうかご尊名を教えいただけますか。はっ、名乗る必要はない。ですが、勝った以上、拙者の娘を嫁がせるという約束です。娘の一大事ですからな。宿にてお話を。あ？何の話だ。ただ遊びでやっただけだ。嫁になど取らないよ。失礼。待たれよ。え？よし。こんな軽薄な奴に娘はやれん。クソを返せ。何？これは勝った褒美だろ。娘がくれた、返すものか。おい、人をバカにするのもいい加減にしよう。クソを返せ。あ、たかが靴でそうムキになるなよな。返してくれ。手を離せ。返せ。離せよ。父さん、貴様よくもやったな。あんまりじゃありませんか。いや、あの父さん、お前が全部悪いんだ。私の何が悪いのだ。勝負に勝ったんだから結婚するのが当然だろ。そうだ、結婚しろよ。そうだ。誰がそんな約束をした。でも旗に非武昇進と書いてあるじゃないか。私は嫁になどもらう気はないんだよ。逃げるのかよ。そこのあんた、もういいんだよ。あんな奴なんかに関わるんじゃない。おい、待て待てって。はぁ、もうやめとけよ。行くだって。貴殿、選手陣とのほうれんこ殿であるとお見受けいたすが、ここでお会いいたしますと。あなたは鉄脚戦の玉葉士、王新人であられるか。いかにも王ショイツでございます。新人などとはおこがまし、実はこの者の義侠心と捨て身の振る舞いに感服しました。それゆえほうれんこ殿、どうかわしに免じこの者の命お見逃し願いたい。ではそうしましょう。帰る。待てよ、娘さんと結婚する気がないんだったらさっき取った靴をちゃんと返してやる。下がれ。ほら下がって。下がるんだ。王妃様の
おなーりー誰が母上に知らせた。母上、こうはい。また喧嘩をしていたのですか。あ、いいえ、ちょっと見物していただけです。母上ならいいけど、ほら上着を着なきゃ。はい。さあ、では帰りましょうか。はい、母上どうぞ。さあ、待て。はい。名は何という。師匠は誰だ。名はワンヤンコウ。師匠の名は言えませんね。言わずとも旧死刑の弟子とわかる。死刑はどうしてこんな弟子を取ったのだろうな。師匠に一体何を習ってきた。師匠をご存知でいらっしゃいましたか。ぜひ接待にお越しを。お話を伺いたい。おい、ちょっと待てってば。結婚はどうする気だ。あ、何が結婚だ。では接待は調布です。ちょ、おい、ひどいやつだ。言っちまったよ。なんて勝手な男なんだ。お若いの。あ、これは先ほどは助けていただきまして。まあ、若いの、礼などいらぬ。さあ、あちらで話そう。はい。さあ、間違いない。あいつだ。父さん、なんてこと。父さん、ねえ、どうしたのですか。父さん、赤尺。大丈夫。父さん、何言ってるの。赤尺だ。父さん、どうしたのです。